皆様こんにちは、日本ハウスホールディングス伊藤です。今回のルームツアーは和風33坪の平屋のお住まいです。お施主様が高齢なご両親のため各所にバリアフリーを取り入れた設計になっております。長くありのまま暮らすため将来を見据えた設計にすることはとても重要ですので、ぜひお家作りの参考にしてください。ヒノキの大黒柱、ヒノキの無垢床、天井などヒノキ作りも必見です。それではルームツアーを始めます。早速外観からです。こちらは豪雪地帯となり、雪対策が最優先のため、とにかく形をシンプルにとのご要望でした。ご覧の通り、切妻屋根を採用し、すっきりとした外観としました。玄関周りは和をイメージした作りとなっております。玄関前には格子スクリーン。こちらには土間があり、玄関の木戸のデザインを合わせ、統一感のある雰囲気となっております。入りますと下駄箱、こちらはご年配のご両親が生活しやすいようにと手すりと埋め込みベンチを設置しております。そして玄関ホールはヒノキ無垢床、ヒノキ張りの天井などヒノキのおかげでスリッパいらずの程よい暖かさがあります。ではこちらがリビングです。リビングは南側に面しており、このように掃き出し窓からお庭を眺められ、ちょっと今は雪があるんですけれども、雪がない季節は庭園を眺められる明るい部屋となっております。またこちらはヒノキの無垢フロアとなっております。木のぬくもりを感じられ優しい印象となっております。リビングも玄関同様にスリッパなしで十分暖かいとお話をいただいております。今現在も暖房機器はつけてないんですけれども、日中のこの日差しだけで十分暖かいお部屋となっております。日本ハウスホールディングスの特徴であるヒノキを生かしたご提案ができるので、お気軽にお問い合わせください。こちらがキッチンとなります。キッチンはクリナップさんのキッチンを採用しておりまして、こちらに食洗機も採用しております。食器棚もキッチンと同色のウォールナット色を採用しております。またキッチンはアクセントとしてこのようにタイル張りとしました。こちらが和室となります。小上がり和室をリビングの中に取り入れまして、空間の中に高低差が出るため奥行き感が演出できています。こちら小上がりの高さが20センチ。上がりますと押し入れ、仏間、床の間とご用意。またこちら6寸のヒノキの大黒柱、ヒノキ張りの天井、ヒノキに囲まれた内容としています。続きましてこちらが寝室となります。東南の暖かい場所にご両親の寝室を作りました。お施主様の親孝行の思いが伝わります。天井には干すクリーンを設置して洗濯物を干せる工夫したスペースとなりました。ではこちらが洋室となります。こちらが洋室です。こちらにはパソコン作業用のデスクを設けております。またこちらにはウォークインコーナーを設けております。このように収納量たっぷりとなっております。この奥には読書コーナーを配置しています。お施主様のご要望により秘密基地風の作りとしました。こちらがトイレになり、このように手すりを設けております。続きまして洗面室となります。洗面台はリクシーさんのものを採用しております。こちらにもご両親様の生活のしやすさを考え、このように昇級仕様の椅子を配置しております。こちらがバスルームとなります。バスルームはリクシーさんのユニットバスを採用されています。なんといってもお掃除のしやすさが特徴です。
このように回遊動線で行き止まりがない間取りとなっております。今回のルームツアー動画いかがでしたでしょうか。生活する人の年齢層やライフスタイルなどにより家作りで重きを置く点が違ってきます。概要欄にホームページの URL を記載しておりますので、お気軽にお問い合わせください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。